高田智樹は、兵庫県姫路市出身のプロ野球選手。右投左打。福岡ソフトバンクホークス所属。自身の姓の漢字と読み方が、通信販売会社ジャパネット高田の創業者一族の姓と同じことから、愛称は、ジャパ。姫路市立大津小学校で1年時にソフトボールを始めると、姫路市立大津中学校時代には、硬式野球の辰野ボーイズに所属した。岡山理科大学附属高校への進学後は、1年時から声優劇手に定着した。在学中に唯一出場した甲子園球場の全国大会は、2年夏の第89回全国高等学校野球選手権大会で、興南高校との1回戦に6番遊撃手としてスタメンで起用。1点ビハインドの8回表に同点タイムリーを放ったが、チーム後に再び勝ち越しを許し、2-3というスコアで初戦敗退を喫した。1学年後輩に九里亜蓮、2学年後輩に藪田和樹がいる。亜細亜大学への進学後は、東都大学野球のリーグ戦で1年秋の途中から声優劇手の座を確保。2年時の秋季リーグ戦では、在学中で自己最高の打率273と自己最多の6盗塁を記録した。3年時の夏には、日米大学野球選手権大会に日本代表として出場。4年時には同期生で主将の東浜巨の下で副主将、3年秋からはリーグ戦3期連続優勝、3年時と4年時には、明治神宮野球大会への出場を経験している。また、2年時からは九里、3年時からは藪田と再びチームメイトになった。リーグ戦には通算で84試合に出場、打率240、1本塁打、21打点、17盗塁を記録した。2012年の NPB ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスから3巡目で指名。契約金6000万円、年俸1200万円という条件で入団した。背番号は0。この会議では、東浜もソフトバンクから1巡目で単独指名を受け、高田と揃って入団している。2013年、春季キャンプは A 組でスタートしたが、2月2日のシートノック中に、王としてリタイア1号となってしまい、宮崎市内の病院で風邪による胃腸炎と診断された。復帰すると紅白戦で5打数3安打の猛打賞と A 組に残した首脳陣の期待に応えた。開幕1軍入りは逃したが5月2日に体調不良の柳田悠岐に代わりウエスタンリーグ22試合で打率343の成績を残していたことから初めて1軍選手登録された。5月3日の対埼玉西武ライオンズ戦の延長11回同点の場面でウィリー・モーペーニャの代走としてプロ入り初出場し、長谷川優也の左前打で好走塁を見せて二塁から一気に生還し、クロスプレーを制してチームのサヨナラ勝利に貢献した。しかし、翌日5月4日の試合前の練習中に右足首を捻挫し、同日出場選手登録を抹消された。懲罰降格された松中信彦に代わって6月15日に再昇格し、6月16日の対セパ交流戦、対読売ジャイアンツ戦で守備固めとして二塁手で起用されプロ初の守備に就いた。出場機会がなく1試合のみで6月26日に2軍へ降格し、7月も昇格したが出番なく抹消された。7月18日のフレッシュオールスターゲームに2番、遊撃手としてフル出場したが4打数無安打に終わった。8月4日に再昇格し、荘司塁手、本田祐一が故障離脱していたことから、同日の対西武戦で8番二塁手として、プロ初の先発出場を果たしたが、微妙な判定などもあり3打数無安打に終わった。8月6日の対千葉ロッテマリーンズ戦で5回、第2打席で、大谷智久から左中間に二塁打を放ち、これがプロ初安打となった。8月11日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦でショートゴロで出塁し、ブランドン・ダックワース、島本宏バッテリーからプロ初盗塁を記録した。ホンダの1軍復帰により8月12日に2軍へ降格した。9月26日に再昇格したが、ダイソー2試合で9月30日に抹消されそのままシーズンを終えた。1年目の先発出場は8試合だった。2軍では78試合に出場し、打率.299、出塁率.372で終えた。オフは11月26日から台湾で開催された2013年アジアウィンターベースボールリーグに派遣され、22試合に出場し、打率.323、出塁率.394、11打点の成績を残した。2014年、春季キャンプは A 組で迎えたが初日にウイルス性胃腸炎による発熱で離脱し、2年連続リタイア1号となり、B 組行きとなった。5月31日に1軍に昇格したが3試合で2軍へ降格。8月15日に再昇格すると、8月20日の対西武戦の8回3点ビハインドの場面で、代打起用され、増田達至から二塁打を放ち、これが代打起用初安打となったが、直後に牽制球で刺されチャンスを潰してしまった。8月28日の対北海道、日本ハムファイターズ戦の6回1点ビハインド無視満塁の場面で、代打起用され、アンソニー・カーターのスライダーを、レフト前に弾き返し逆転の2点タイムリー打を打ち、これがプロ初打点、代打での初打点となった。この活躍によりチームは3連敗を止めた。以後2度の代打で三振し、9月5日に2軍へ降格し、9月20日に再昇格し、10月2日のオリックスバファローズとの両チームのリーグ優勝をかけたシーズン最終戦では8回同点の場面で1軍でも1度、2軍通算でも2試合しか守ったことがない一塁手守備で起用されたが無難にこなし、自身初のリーグ優勝をグラウンドで迎えた。CS ファイナルステージでは全試合にベンチ入りしたが出場機会はなく、日本シリーズではベンチ外に終わった。2軍では72試合に出場し、打率.307、出塁率.366を残した。2015年、キャンプは A 組で迎えたが、2月18日にインフルエンザと診断され3年連続のウイルス感染による離脱となった。オープン戦でアピールしたことで開幕を1軍で迎え、少ない出場機会で結果を残し、4度目のスタメン起用となった4月22日の対楽天戦では、プロ初の猛打賞を記録し、サヨナラの走者として生還した。この年は、シーズン序盤で、正二塁手の本田が離脱したため、明石武志や川島慶三と二塁の座を争い、6月7日の読売ジャイアンツ戦でプロ初本塁打を記録するなど、前半戦は準レギュラーとして活躍。後半戦は、明石と川島の好調で、出場機会が減少したものの、81試合に出場し、優勝に貢献した。2016年、春季キャンプを3年連続で A 組で迎えると、最後まで A 組に帯同した。しかし、後に左肩を脱臼した影響で、1軍公式戦には36試合の出場に、とどまった。9月29日、肩関節鏡視下、バンカートの手術を受け、復帰まで6ヶ月と診断される。12月6日、契約交渉に臨み、400万円ダウンの年俸2000万円でサインした。2017年、上記の手術のリハビリのため、一軍へのシーズン初昇格は6月13日まで持ち越されたが、昇格後は例年に比べて一軍公式戦へのスタメン出場の機会が増加。7月8日の対日本ハム戦では疲労性腰痛の今宮健太の代わりに遊撃手でスタメン出場し、タイムリーヒットを放つ。7月18日の対西武戦では、2015年6月以来のプロ通算2本目となるソロ本塁打、タイムリーヒットを放ち活躍する。9月23日の対楽天戦では、シーズン2号のソロ本塁打を記録した。バイプレイヤーとして2番及び9番打者への起用や、2塁の守備要員として58試合に出場し、チームの2年振りのリーグ優勝に貢献した。日本シリーズでは出場機会は得られなかったが、出場資格者40人枠を勝ち取り、ベンチ入りを果たす。12月5日、福岡市内の球団事務所で契約交渉に臨み、200万円アップの年俸2200万円で契約更改した。2018年4月29日の対オリックス戦でスタメン出場で好守を見せ、5月4日の対オリックス戦で逆転2弾本塁打を放つ。しかし6月5日に明石健志の復帰によって一軍選手登録を外れる。6月14日に一軍昇格し、6月15日のセパ交流戦対広島カープ戦において2弾本塁打を記録する。10月8日の対千葉ロッテ戦では、この日、引退試合だった岡田隆文の安打性のライナーをジャンピングキャッチで好捕してしまい、岡田の59打席連続打席無安打の NPB 記録更新を担ってしまう。10月14日に行われた日本ハムとのクライマックスシリーズファーストステージにおいては、失策を喫するも敵地打を放つ活躍をする。広島カープとの2018年の日本シリーズでは、守備代走で出場し、第5戦に日本シリーズ初安打を記録した。シーズンオフの12月17日、福岡市内の球団事務所で契約交渉に臨み、400万円アップの年俸2600万円で契約更改した。2019年4月12日の対東北楽天戦でスタメン出場で安打と打点を記録し、6月8日のセ・パ交流戦対広島カープ戦において猛打賞の活躍をする。9月12日の対埼玉西武戦ではスクイズを決めた。読売ジャイアンツとの2019年の日本シリーズでは出場資格者40人枠に入るも出場機会を得られなかった。12月4日、福岡市内の球団事務所で契約交渉に臨み、100万円アップの年俸2700万円で契約更改した。2020年5月8日、同月7日に奈良県内の病院で、左足関節鏡視下有理体除去、関節形成術を受けたことを発表された。その影響から2020年シーズンの1、軍公式戦の出場機会はなかったが、2軍公式戦に23試合に出場し打率.293の成績を残す。12月7日、福岡市内の球団事務所で契約交渉に臨み、650万円ダウンの年俸2050万円で契約更改した。50メートル走のタイムが6秒0と俊足で走塁センスに加え、遠投120メートルの地形を生かした送球も含め、大学時代に大学ナンバーワン遊撃手と言われたほどの堅実な守備力が武器。打撃では派手さはないがミート力があり、選球眼に優れている。大学時代は1番打者でバットを拳1個分短く握り、出塁を狙う小さなスイングだった。本人はパワーがないことを課題に挙げている。目標とする選手には、堅実な守備と状況に応じた打撃ができるとして、井端弘和の名を挙げている。大学時代に社会科の教員免許を習得するために母校である岡山理大附校で教育実習を行った。名字の読み仮名は高田ではなく高田であり、仮契約を結んだ際の会見では、ジャパネット高田の高田社長と同じと発言したことが話題になった。それ以来、チームメイトや関係者から、ジャッパというニックネームで呼ばれている。同社が協賛した2017年7月18日の対西武戦では、2番遊撃手としてスタメンに起用されると、4回裏の第2打席で、プロ入り初の本拠地での本塁打となる。先制ソロ本塁打を記録。5回裏に2塁で迎えた第3打席でも敵地2塁打を放つなどの活躍でチームの勝利に貢献したことから試合後にヒーローインタビューを受けた。ジャパネット高田の高田明仁社長がこの活躍に目をつけたことをきっかけに2017年10月からは同社のテレビ CM に出演している。2014年からの登場曲であるラスティネイルは自身がカラオケで得意としており、木所涼馬の提案で登場曲となった。2018年11月26日、東京都出身の女性と結婚していたことが報じられた。ありがとうございます。